はい、12月7日です。昨日の夜はなぎに入って結構大変でしたね。マニューバーも大変だし、風が弱かったんで方向が決まらず、結構疲れましたね。かなり、ちょっとマルティニークでもね、ちょっと口内炎がかなり厳しくて、今もちょっとあるんですよね。体力的に、今ちょっと厳しいですかね。かなり疲れてます。怪我しないように、頑張っていきたいなと思います。で今ねかなり、船内22度ぐらいなりましたね。今こうちょっとダウンしてます。フリースもいいんですけど、我々チームでダウンを作りまして、やっぱ軽くていいですね。これダウンって言ったら本当の水鳥じゃなくて、河川のダウンなんで、濡れてでも、あったかいので、いいと思います。ただこの最近の、イモカは温度が大変ですね。もうマニューバーして汗だくになって、冷えて、完全シールドされてるので、温度管理、このイモカの温度管理は結構大変だなと思ってます。だからいろいろ工夫してやらないといけないかなと思ってます。以上です。最後まで、ちょっとね、かなり疲れてるんですが、最後まで、頑張りたいと思います。チャオ。